歴史と自然が調和する小田原。そんな小田原名産のかまぼこをご自宅で。オリンピックオリジナル小田原かまぼこホース。舞台は小田原かまぼこを代表する老舗山城かまぼこ店。明治11年創業、145年以上にわたる歴史と実績を誇る山城かまぼこ店が、今回オリンピックのためだけに作り上げたかまぼこには、伝統の製法と匠の技が光ります。案内してくださったのは、現在5代目を務める上村純正社長です。魚はですね、今ね、石巻で獲れた魚を使ってるんですけども、この魚をですね、漁獲されて、一度静岡県のね、焼津に持ってきます。ここで、あとは頭と内臓の処理をね、してもらって、生の状態で工場に運ばれていきます。ですから一度も冷凍しないで、生の魚を、使って、製造する。ね、これが一番大事なところになります。この生のグチを使うときにですね、水さらしという工程があるんですけども、この工程でたくさんの水を使います。西側には早川という川が流れてます。で、東側は坂川川という川があるんですけども、この二つの水の中間に山城のお店あります。ですから、このカルシウム、マグネシウムが多く含まれた水でさらすことによって、このタンパク質の結合度が良くなって、美味しいかまぼこが出来上がります。かまぼこというのはやっぱり食感というのはすごくね、大事なところです。魚をすり上げる温度とか、塩を入れるタイミングとか、そういうものによってその身質がちょっと変わるわけなんですけどね。で、魚も特にですね、その時期によって変化するわけなんです。同じものを使ってても出来上がりは変わるということなんですよね。ですから、その変わったところがどういうことなのかというところを確認しながら作るというところが、その職人の技というところになります。そうですね、今回のね、かまぼこの中には生口をね、 7% 入れて作っております。で、その中で魚の旨味がね、出るような形で、仕上げるというところが一番重要なところになってきます。ですから、先ほどのね、吸い上げるところの職人の技ね、ここがやっぱり一番ね、大事ですね。こうしてオリンピックだけの特別な小田原かまぼこホースが完成しました。魚本来の味を生かした小田原かまぼこの歴史深い味わいをご自宅でお楽しみいただける商品です。オリンピックオリジナル小田原かまぼこホース、12月25日より順次発売開始です。